皆さんこんにちは、日本撮りだと分かっちゃいます。一杯飲みながら、相変わらずねやってるっていうラジオの時間です。今日はですね、困った時の神頼みね、困った時の110番災害対策110番、そういう形で今週、まあね、今週っていうのはこれちょっと前なんだけど、自分が感じて困ったなっていう話をね少しあげたいんですよ。で、時勢的にだんだんねちょっとね、まあ、予言がどんどん遅くなっちゃうので、今回話したいのは南海トラフとか中南海トラフの大地震の話、これ本当にあるかどうかっていう話と、もう一つはね、実は私の YouTube に誰かよくわかんない人がメールがね、ジャップしねって入ってるんだよ、ヤクニージャパンってオタロコオタロコね。だからそれについても俺ちょっとね話したいの。一概にねそれがダメだとか言ってるかね、話そうなんて言うから言ってるからね、とにかくそういう話も含めて困った時に110番いろんな形で言ってみたいと思いますね。はい、死ぬこと怖いですからね、ただ噴火してますということで、困った時の神頼みですかね、はい。でですね、まず東南海地震からいこうかな、うんうん、起こるか起こんないかっつって30年以内に起こるってもう20年ぐらい言ってるんだけど、うん、あ、そういうレベルの。だからね、それが起こんないってことは、まあ、ケビン・メイヤーさんなんかはっていうね、アメリカの学者なんかは、うん、地震なんか予知できないんだよっていうふうに言うんだ、うん、で予知できないっていう単位とかそういう問題じゃなくて、まだ地震予知というのは正確じゃないっていうのは、まあ、正確な話じゃないかな、うん、絶対できないって彼は言ってるけど、そんなことはないんだよ。問題なのは地中の中に観測機器ってのはほとんど入ってないでしょ。地表から見てるから、うんね、どうやって地球の中の、うん、要するに地震をそうやって見つけるかっていうことが大事なことでね、うんうん、だから今の地球の内部がどうなってるかってことは宇宙より分かってないんだよ、ね、見れないっていうか入れないしね、うん、そうなんだよね、暑くてドロドロしてるから、うん、だから地殻とかそういうのはあくまでも想像とか、想像じゃないんだけど、実はいろんなことでね研究で分かってるんだけど、地球の中心って何があるか知ってる？鉄の塊なんだ。鉄の塊なの。でその外側には内核って溶けた鉄があるわけ。真ん中が固まってて、その外側に溶けた鉄が川のように海のように流れてドロ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 、その上にマントルっていう硬い部分があるわけね。これは鉱物でできてて、ダイヤモンドがあったりとかさ、ルビーとかコバルト、要するに硬い鉱物が結晶化してできてるのがあって、その上に地殻っていうのが乗っかってるわけだね。でマントルは脆いから、それが崩れたりなんかした時に、要するに地殻がずれて地球があっち行ったりこっち行ったりすると。だからマントルの上に乗っかってる地殻、またはマントル自体が動くから大陸とかそういうさ世の中に出っ張ったものがどんどん動いて、ある意味さ、うん、目の上のコンタクトレンズみたいなもの、ね、ああみたいなもんだね、地表って地上のあれって、うん、かもしれないね、動いちゃうね、うん、ね。だからそれを考えた時に地殻って本当に簡単に動いてるっての、うん、だからこの30年以内に何十パーセントのか 70% の確実で起きるって言われたら正しいんだよ大体。まあそうだよね、うん、ただ、うん、地震学の一番ウィークポイントっていうのは、ここに地震が起きるだろうと予測した地域以外で全部起きてるのみたいね。そうだから東海ね、とか東南海とかさ、ああいうところのトラフで地震が起きるってのに全然関心なんか関係ないし、新潟中越も全部違うし、熊本も違うし、要するにあと東北も違うでしょ。だからそういうとこじゃないところで地震が起きちゃってるから、それはどうなのよって言われた時に予知できなかったのかって言われた時に反論ができないってことなんでね。違った理論で起きてんだよね、うん、で簡単に言うと地震っていうのもそうなんだけどさ、例えば怪我をした時でもどこでもやっぱり皮膚が浅くて、ね、ダメージに弱いとこから血が出るでしょ、うんね、そこに大動脈が通ってると関係なくて血が出る場所は別であって、うん、分かりやすいことは火山が多いところは、ね、噴火しやすいっていうのは事実でね。だから火山が多いところっていうのは地震が起きやすいと。これはプレート型地震とは違って、うん、簡単に断層型地震とか言ってるけど、火山性のものに近いところっていうのはそういう地震が、これは熊本の地震で、プレート型っていうのはその太陽プレートっていう、もう太平洋のところにあるさ、そのプレートがずれちゃって起きるよ、この東北みたいな海の方で起こるプレート地震ね、これ危険だと。で東南海地震っていうのはそれなんだよ、ある意味だと。だから起きた時にマグニチュード8以上の大地震になると、そしたらまあ名古屋なんかおしまいだよって言われてるのが今の事実かな、うん、でもさ、その名古屋危ないとかすごい前から言ってなかったっけ、うん、危ないよ、そこ5年前ぐらいから言ってたね。だから石原都知事なんか昔ね、都知事だった頃すごいなと思ったのは、東京危ないから防波堤、防波堤を作る、スーパーテーブル作って、レモンが大反対して、津波来て、うん、そうだからもう結局来るんだよやっぱり、うん、だから来る、いつ来るかって言った時に明日来るとか去って来るで、預言者は、ね、5月に来るとか言ってるけど、うんね、それに関しては信憑性がない。だから信憑性を説明できたら地震学はもっと進歩するんだよね、うん、でも来てもおかしくないし、
あながちサイコロで、うん、あの1の目がね連続で2回出るぐらいの確率で予言になって当たるから、うんうん、で俺は簡単に言うとそれを決定づけるのに地震と火山をあのつなげてるから当たりやすい。だって火山の活動とか近くの例えば温泉の温度測りにだよ、うん、で温泉の温度なんてさ毎回さ温度が違うんだよ。である場所では温泉を温めなくてもそのまま使えるし、ある場所ではあの水と同じような30度ぐらい あの水でね地下なのにそれを温めなきゃ使えないと、うん、ある意味ではもう沸騰しちゃうのに近いぐらいのものが出たりするわけでしょ、うん、温泉っていうのは水でも温泉なんだよね。普通は光泉っていうけどね、うん、でも何十度以上は温泉っていう言い方をして、いや東京だってさその掘って掘って掘っていっぱいその光泉がいっぱい出てきて、うん、あの温泉が出てきてるんだよね。だから大江戸温泉物語なんてのは、まあ、あの昔言った日本の目黒とか上野の谷中で出てる光泉とは違って、うん、掘ってるから、うん、やっぱり光泉とはいえ温泉に近いものだ、うん、だけどやっぱり塩水が多くて地中 その海水とかそういうのがいっぱい混ざってるっていうのかな、うん、あのなだれ込んでるっていうかそんなものだってことは分かってる。だからそこで起きる地震の質とこの間の九州とか阪神で起きた地震の質って全然違うのよ、中越地震とかね。だからそれとこれを一緒にして予測しようというのは無理なんだよ。だから九州の方なんかの方はこういうのはもう火山があるから予想しやすいし、ね、九州今まで地震がなかったからといって全くないわけじゃなくて、例えば歪んでくればどこから欠落するか、よくねラスベガスとかゲームセンターにあってコインを落とすとコインがさいろいろガシャッガシャッガシャッっていってね、あのコイン崩しみたいなゲームがあると同じ、どこが落ちるかなんて狙ったとこ落ちるわけじゃなくて、うん、関係ないんだよね、うん、だから東南海地震っていうのが起きることはまず間違いないだろうし、伊豆だって危ないし、そんなのはさまず一番分かりやすいのは富士山と箱根を調べておけばいいわけで、だからあそこ調べておくと起きてもおかしくないと。で報道しないでしょ絶対、うん、もうすごく分かりやすいんでね報道しない。この理由は簡単であって、 あそこ本当に調べたら温度が何度上がったって大騒ぎになっちゃうから。だけどあの山梨県の方はあのハザードマップ作ってないけど富士吉だとかっていうの方はさ避難訓練やってんだからもうすでに。だからあの神奈川とかあっちの県ごとの対応は違うってことだよね。で地震で大騒ぎしてまたますますそういうことが問題になってしまっては困るということでした。であのそれと全然また違うんだけど、その YouTube の話を最後ちょっとだけしたいんだけど、うん、やっぱりあのいろんなところで発言をするとそれに対するあの反感を買うこともあると、うん、でやっぱりあの俺の今今日こうやってやってる困った時 あの110番とかポジネガチャンネルとか困ったについてきたんだけど、うん、あの沖の鳥島かなの話、要するに単なるそんなのもう本当サンゴ礁の岩礁みたいなもんだと、ね、だけど一回も沈まないでとにかく表面にほんの少しでも岩が浮いてるのを島っていうから、で日本はそこの周辺に堤防を作って沈まないようにしたんだよ、で岩と、それで国際法上はそれは島にとして認められてるんだけど、やっぱり台湾の昔の今ねこれから政権交代するその総統が最後にあそこは要するに台湾の領土だって人気取りで、あそこに要するにさ船を送り込んで要するにね漁船を確保と、でも今まで決まった国際法上日本の領土としてるところを単純に一方的に台湾がそれでねあの名前を変えてあそこは島じゃないから漁業操業していいっていうのもこれはさすがに暴力的な発想だよね。そうだね、うん、なんか女が縮みたいだね、うん、だからさ結局さそんなのはどっちも台湾と日本もっと仲いいんだから新しい ね人とちゃんと話をした上で、だからもしかしたら共同開発とか共同創業とかさルールにのっとって偉いいだけでしょ、うん、だけどそれを思うのはやっぱりあの人のブログの中にね入ってさ、ね、例えば私はこう思うんだけどってやってくれたらいろんな話がなるのにジャップしねとかさね、それをやっちゃうとまあしょうがないね、俺誰だかちゃんと調べた上でさ正式な上の ねあのコメントして抗議するしかないし、うんうん、だからやっぱりでもさそういうことはね俺だってやっぱり不満あるよ、いろんな国、中国でも台湾だって、うん、もちろん韓国だっていろんな国に不満があるけど、うん、ジャップしねとかさヤンキー候補はやらないから、うん、それやっぱり民意っていうか民度が分かっちゃうよね、分かっちゃうね、うん、よくないと思う、うん、で成り済ましもあるからね、あれやったら台湾の人が言ってると思わせて実は日本人だと他の人間たちまた在日系のいろんな人たちがやってる可能性非常に高い、可能性あるね、なんかよくさ、なんていうの、韓国の人悪いことするとき日本人になりすますとか言うからね、そう、その通り、その通り、なりすますね、それの同じような、本当になりすますね、うん、それの同じようなバージョンかもしれない、手柄は自分、悪いのは日本、うん、そういうふうにやるのが、だからそのさ、ジャッピジにももしかしたらそうなりすますかも、うん、だから結論から言っちゃってね、国がどっちが強いかって今アメリカと日本の考えたらアメリカが強いのは仕方がないわけだね、それに不満も言ってもしょうがないし、うん、頑張って日本を良くするのは何世代もかけてってことでしょ、うん、ね、まあトランプさんが共和党の指名候補になるってことがもうほとんど確定的だから、うん、まあ、トランプさんが大統領になった時どうやって彼とやっていけるかも考えなきゃいけないってことだよね。はい、まあそんなわけでいろいろ話をしましたね、まあジャップしねはどうでもいいけどちゃんと正規に名乗りを出して公式に戦うんだったりして
ということで、地震気をつけましょうね。はい、それではまた来週、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。